おはようございます。こちら1月鶴舞線の横田駅です。昨日名鉄の玉森線の西発からここまで来たわけですね。本日はエピローグということで、私の仕事を井の堂で帰ってきます。まずは鶴舞線から名城線に乗ります。名城線の方にやってきました。まず席メロディーからお聞きください。席メロディー聞いただきありがとうございます。とりあえず矢豚から平安通りまで移動します。まあそこまで移動したら名古屋市地下鉄の環状というわけです。平安通りまで移動したら上田線に乗り換えます。上田線と小牧さん直通しているので、まあそれで犬山まで行きます。そして広見線で新蟹まで行って、新蟹からは JR に乗り換えて箕面へ帰るというわけですね。電車ご乗り発車です。どうしても紹介したいものがありまして、今画面にも映っていますので、これです。ひらがなで書かれた大勢の決め表はなんかすごいというかいい感じです。ただそれだけです。次は大福市の目的地、平安通りです。平安通り到着です。ここから上田線乗り換えます。上田線は10時から16時台の時15分間隔なんで、地下鉄としては随分待つ旅になります。ただラッシュ時は6本とか地方に増便されているんでお安心してください。ただラッシュ時は小牧止まりの列車があるんで気をつけなければいけません。ラッシュ時でも犬山駅は4本しかありません。1時間に4本しかありません。小牧線のような随分久しぶりで、まっすぐか見るとここは上田線なんですけどもね、レテスの証拠促進などで100パーで流れるんで、とても楽しい路線となっております。皆さんも聞いてみてくださいと伝わりますが、車線地下鉄上田線を出発です。といっても一駅先の上田で終点ですが、そこから先は小牧線となります。実際これあんまり気にしていない人いるんじゃないですかね。わかりませんけど、どうですかね。私は鉄道好きですから、そういうの区別したいんですけどね。電車8枚駅を出発する頑張れば中央線の味吉駅に徒歩15分で乗り換えができます。まあ正確に言うと徒歩13分なんですけどね。ふと右を見てますと名古屋飛行機を飛んでます。すごいね。名古屋空港がすぐ近くにあるんで、そこに行くんでしょうね。味吉駅を出発です。ここからは中央線の味吉駅に乗り換えることもできます。また名鉄の味吉駅はリニューアル工事をし、駅舎とかが新しくなっております。名鉄の赤坂駅を出発してしばらくするとこのように謎の線路が現れました。こちらは赤坂から牛山区を走っていた貨物線だったようです。空港へ物を運ぶための線路だったようです。貨物駅の名前もありまして、豊山駅というそうです。まあ今は残念ながら廃線となってしまいました。廃線で思い出したんですけど、ピーチライナーとか岩倉線とかいろいろありましたよね。生き残っているのはただ小牧線だけ。小牧駅で31分に発車するようで、まあ、あと4分ぐらい止まるみたいですね。列車小牧駅を出発です。入山駅に向けてラストスパートといった感じでしょうか。広見線新蟹行きの列車に乗り込みました。ここから終点新蟹もできます。扉が閉まり、列車は犬の急出発です。例えばこれを見て思い出したんですけど、豊田線の上水という駅だったかな。車掌さんがこれドアの会話していますからね。ここでドア開くのって思いましたね。マジでね、それを見た時はね、マジで驚きました。列車は蟹川駅を出発したところです。西蟹駅でもだいぶ人通りできましたね。もうこんなにガラガラです。次は日本ラインマートに停まります。日本ラインマート猪瀬川終点新蟹です。吉祥寺終点の新蟹手前でした。眠いね。ということで JR の豊田線に乗っていきましょう。眠い。ここ軽食屋さんだったんですけど、2020年5月12日に廃線じゃなくて閉店となってしまったようです。これ割と最近知ったことなんですけどね。まだ1回しか利用したことないので本当に残念です。折り返しの列車は普通の中で国際空港行きの列車として発車していきました。犬山で準急に変わります。といっても今からまで各駅停車ですが、外もねこんなに暗くなってしまいましたよ。足の見える夕焼けがとても美しかったです。箕面経由の岐阜駅に乗りました。列車蟹駅出発です。まあ、ここの中はねよく見せているんで箕面で飛ばします。東急行きの17号
エリシャ終点のミノタク到着です。ワンも普通高山って書いてあるんですけどちょっと見えないですね。今回のメッツさんでフリッキーナスどうでしたかね。いや個人的にはね新幹線とか近鉄とかいろんな列車になって楽しかったです。またねこういうことをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の動画コメントになります少しお届けしたらよかったら高評価つまらないわけは低評価お願いします。チャンネル登録したけど動画ヒントになりますよろしくお願いします。Thank you for watching so hard day. If you like this rating, if you're listening, please follow me. Please rating. Please subscribe to the channel. Stay tuned. Once we are goodbye.